こんばんは。さあ始まりました、リーマル社長のライフトーク、出会いの玉手箱。司会のリーマル社長こと安田恵里です。そしてはい、リーマル社長と365日24時間行動を共にしております、はい、夫でありビジネスパートナーのおじまること安田和平です。そして番組のご意見番、はい、いじり岡田さんです。はい、どうもこんばんは、いじり岡田でございます。まあ今日が3本目ということで、はい、戻るんだよね、定位置に定位置に戻るからね、はい、残念ですけども皆さん見納めですから後ろに行っちゃいますんでね、今のうち見といてください。はい、よろしくお願いします、はい、この番組では様々なゲストの方をお招きしまして、愛する家族のこと、大切な仕事のこと、そして山あり谷ありの人生のことなど、話題盛りだくさんでトークをしてまいります。まさに玉手箱のように興味深い話題が飛び出しそうですね。はい、そして今回の主役はいじり岡田さんです。はい、いつも私たちをいじるいじりさんを、はい、私たちがいじりながら、はい、どんな方なのか掘り下げていきたいと思います。はい、果たしていじられるのはどうなのかって言われますけど慣れてないのですけども、いじってください。はい、はい、よろしくお願いします、はい、それではリーマル社長のライフトーク、出会いの玉手箱、スタートです。いじりさんはプロフィール上ですと1964年生まれの、現在59歳。そうですね、1964年、はい、東京オリンピック第1回目の東京オリンピックの年に生まれました。9月23日水曜日生まれです。すごい詳しくありがとうございます。そんな水曜日生まれのいじりさんは、生まれも育ちも埼玉市ということですが、ところがですね、はい、記憶が薄い3歳までは東京北区にいました。そうだったんですか、はい、ちょっともうプロフィールがちょっと間違えてたんです。全然いいんですよ、3歳、そうですね、だからもうほぼ東京の記憶がないので、うん、埼玉育ちという、はい、もう本当にずっと3歳から埼玉県の、昔で言えば浦和市、うん、今埼玉市になっちゃったけど、はい、そこからずっと埼玉でね、育ってきました、はい、そんな少年時代は埼玉市で過ごされて、はい、埼玉市の私立高校に進学されたそうですけど、はい、この頃からすでに高校生の頃から お笑いが好きだったんですか。はい、ですね、まずですね、幼稚園、小学校、中学校と、はい、赤面症、そして、人見知りがもう激しすぎちゃって、はいはい、で、はい、もうそうなんです。幼稚園の時はトイレ先生に行けないって言っておしっこを漏らしちゃったりとか、まあ、小学校の時とかは、まあ、本当に国語の教科書とか読むだけで顔が真っ赤になるとか、授業でもう答え分かってるけど絶対に手を挙げないとか、もう本当にクラスでスポーツ万能のチームの男女って人気者で、中間層がいて、ここにいる4人が僕ですね。今からは全く本当想像できないです。その方がこうね、舌を動かすようになるとは多分小学校の同級生は多分で思わない。リーマンさん、すみません、小学校の時から早いとか分かってない小学校の時からお前国語とか数学以外にベロ早いなって先生見抜きませんし、体育の先生もお前ちょっとハードルよりもちょっとベロが早いって、そんな見抜きませんすごい、そんな少年だったらすごいですもんね、周りからも。もう本当、好きな女の子が教科書を読んでるだけでも、うん、バレちゃいけないのに、バレちゃいけないと思うから赤くなっちゃうんですよ。かわいいだろ。かわいいが一緒、おじまさんとかわいいが一緒そんな少年だったです、はい、でも高校の時お笑いを目指してたんじゃないですか、はい、で僕の時代っていうのは萩本欽一さんの本当にすごい時代なんですね。視聴率 100% 男と言われた萩本欽一さん、1週間のご自分の番組を全部視聴率させて 100% 言っていたみたいな感じ。その時にやっぱりこう萩本欽一さんに憧れる。で、高校になったら、その中学からその私立高校に行くのに、中学校から4人ぐらいしかそこに行かない、うん、ということは、岡田昇っていう小学校中学校一緒だった友達とかは、うん、もう4人その高校に行ったらいないわけですよ。4人しか、しかも2人とか女子だし、うん、ということは高校から変われたら変わりたいっていうふうに思ったんですね、うん、それで放送部というところに入って、ちょっとこっちの世界が好きだったから、まあ、放送部に入って、そういったアナウンス的な
でアナウンサー的なことができればいいなとか思って、僕の行った高校ってこういったテレビカメラがあってスタジオもある学校だったんですよ。で放送部がカメラを動かして体育祭とか撮るみたいだったんで、そこから変わりましたね。そこにいた同級生、放送部にいた友達で僕は変われて、で学校の先生のモノマネをするようになるとか、それでお笑いに興味を持って萩本欽一さんになりたいとか思って、だけど今でこそなんか吉本さんとかうちのホリプロとか、うん、ナベプロさんとかいる人力車さんとかお笑いの学校があるんですけど、当時なかったからどうやって入っていいか分かんなくて、入り方が分かんないからちょっと諦めちゃったんですよ。それでさっき言ったように、じゃあテレビの世界が好きだからこういった技術さんの学校に行ってテレビに関する仕事に就こうと思って、こっちの裏の世界に一旦行きました。だからテレビ東京の演歌の番組とかもカメラアシスタントとかして、そうなんです、そうです。で2年間行ったんですけど、はい、2年生になる年の1月の真冬の成人式マラソンの中継のカメラアシスタントのバイト行った時に、はい、今でこそご覧ください、これカメラのコード細いでしょ、はいはい、当時のこのぐらいあるんですよ。そんな太いんですか。これを神宮外苑の並木道のあそこを一人で持って這わせなきゃいけないんです。重労働。その時に雪も降って、その技術会社の先輩の方に、すいません今トイレ行っていいですかって、トイレなんて行くんじゃねえよって言われて、トイレも行けない、コードも重い、雪の中やる。で、だから1年の後半で諦めたんです。やめよう、この技術の世界は俺には向いてない。で2年生になって、俺やっぱり表に行きたいって言って、文化放送とか、文化祭の6時間生放送の司会とか抜擢していただいて、それやった時にもう一度お笑いやりたいって言って、20歳の時にもう一回自分に決意を決めて、それで2年間バイトしながらオーディションを受けて、素人のフジテレビのモノマネ出て、そこからホリプロから電話があり、うちに来ますかっていうことでスカウトされて、はいはい、いい意味でスカウトですよね、はい、アイドルの司会とかでデビューだったんで、ホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝した子たち のイベントの司会とかがデビューだったん で、司会やアイドルの司会やってる時に、学研のももこってアイドル雑誌が昔あったんですけど、その編集長の方が、岡田君アイドルにも詳しいし、アイドルをいじるのもうまいし、こうやってお客さんもいじるのもうまいから、ちょっとアイドルに詳しかったら一応連載やらないかって言って、あ、じゃあ岡田昇のアイドルなんとかじゃやるから、今見てたら客いじりがうまいから、いじり岡田のアイドルいじりみたいなしようよってことで、そこで雑誌でまずいじりを。嫌だったっす。嫌だったんですか。嫌です。でもいじり岡田ですよ。いじっていじり明日からいじり安田どうですか。私は大丈夫ですって言います。多分いいで、嫌ですって言います。いじり和平どうよ。嫌だって言います。絶対無理です。今安心してたよね。急に来たからびっくりしたよね。もうね、本当ね、嫌で、地方の仕事行くと、どうもホリプロからお笑いやってます岡田昇ですって言ってました。ダメですよ、いじり岡田じゃなきゃ。いじり岡田って一切言わなかった。嫌で嫌で。でもいじり岡田さんといえばっていう番組がスタート、そこからそうですね、テレビ東京の深夜で1991年の10月から1998年の3月までギルガメッシュナイトという番組、まあ、お若いからわからないと思いますけども、これを見ている4、50、60の男性、お待たせしました、あなただけにギルガメッシュ、はい、これやったら今4、50、60がこの時間帯なのに、おいマジかよ俺にって今言うぐらいの、ウルトラマンで本当にスペシウム光線ぐらいの威力のある、もう数多くの方にこうやってギルガメッシュやってください、やってくださいって、ギルガメッシュ、おお、ありがとうございますっていう、大人が少年に戻るんですよ、目が。これ今これやったと分かんないと思いますけど、うん、だからどうしても私はいじり岡田さんっていうと、そのエロいじりって言ったら、はい、その高速なベロなイメージがすごいあって、でもいじりがうまいからっていうので、いじり岡田さんがなんか登場したっていうのも私全然最初存じ上げなかったので、はい、そこに関してはすごいびっくりでした。そうなんです。なんかそのキャラクターについて当初どういう感じで、そのやっぱキャラ先行というか、あ、このベロとかです。ベロとかだとベロもそのギルガメしないって番組が始まって、コーナーというかプロデューサーさんが
まあ、セクシー女優さんが毎回毎回ゲストで来る番組だったん でギルガメ治療院という番組で僕は院長で、でもツボのコーナーで本当にツボの先生がいらっしゃって、はい、腰痛とか頭痛とかのツボを押すって真面目なんですけど、うん、そのツボの先生は体を触って押していいけど、プロデューサーさんがいじりお前は絶対セクシー女優さんの体に触れてはいけない、うん、触れるのはツボの先生だけ、お前はそれ以外で何かを発見しなきゃ、見つけないとダメだって言われた、うん、より作られたのが高速ベロっていうことで、浦和の実家のお風呂場のガラス鏡を見てこうひげ剃りながらはい、はい、これが早く動いたらすごいなと思いながら動かしてみようかなと思ったらめっちゃ動いてる動いた動いたってすごい動く長きにわたり芸能界の第一線で活躍するイジリー岡田さんは2016年にネイリストの優子さんと再婚、現在のラブラブエピソードも伺いました。まあ、今日もですけど、まあ、玄関で行ってらっしゃいって、今日、まあ、ネイルがお休みだったんで、うん、玄関で行ってらっしゃい、行ってくるねって言って、行ってくるねってエレベーター降りますよね。降りてすぐ降りた時にもうすぐ電話をして、今日は天気がねこのぐらいでだいたい十何度で、風は冷たいかな、行ってくるねってさっき言ったばっかりなんですよ、うん、さっき言ったばっかりなんで、じゃあ行ってくるね、行ってらっしゃいって言うじゃないですか、はい、それで、駅に着きますよね、うん、駅に着いて、マネージャー改札待ってるじゃないですか、はい、マネージャーの改札待って、そういったラブラブみたいなの見られたくないから、はい、ホームで階段登りながら今駅着いたよってでマネージャーと会う時は全然もう本当に厳しい顔して「おはよう」ってあれじゃない、おじまるちゃんと一緒じゃないですか。一緒なの、一緒、もう何かそんなずっとずっと言いたいって「行ってきます」って言ってエレベーター降りてまた電話して一緒、また一緒じゃないですか、もう一緒なんだよ、人苦手だしね、人苦手だし、そう、だ髪型と顔が違うだけで、髪型じゃおじまるちゃん2世として私もちょっとおじまるいじまるですって感じ、おじまるいじまる、確かに、じゃあいじまるさんに、はい、そんないじまるさんに仕事も、はい、お仕事も家庭も順調ないじまるさんですが、はいはい、将来の夢とか目標とかを最後に教えていただけますか。これ本当ね、おじまるがね先週言ったことと全く一緒で本当に思ってて、健康な体で過ごしていきたいっていうのがあって、最近うちの妻が買ったのが、本がですね、認知症にならない本と血糖値の下がる本っていうのを買ってきまして、それアドバイスを受けまして、はい、そうだな10年20年先よっていうことで今そういった食生活をして、はい、改善して、そうですね、で過ごしています。なるほど、やっぱ健康は大事です。はい、本当にじゃあ3人はちょっと健康を守りながらこの番組を作っていけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、今月はルイ・ヴィトンのポーチを抽選で1名様にプレゼントします。番組へのご意見ご感想など必要事項をご記入の上、テレタマアプリからご応募ください。3人への質問なども受け付けています。また番組内でメッセージを読み上げた方には私たちから素敵なプレゼントがございますので、皆さんどしどしメッセージ送ってください、はい、お待ちしています。よろしくお願いします。さあ、この番組ではこれからも愛する家族のこと、大切な仕事のこと、山あり谷ありの人生のこと、話題盛りだくさんでお届けしていきます。はい、次回はいよいよゲストの方がいらっしゃるということで楽しみですね。はい、はい、記念すべき最初のゲストは誰なのか、イジリさんのイジリにもとても期待してます。はい、それでは、ビーマル社長のライフトーク、出会いの玉手箱、次回もお楽しみに。